皆さんこんにちは、無重力のマサトです。本日は、こちらの Tips バーの紹介動画になります。今回はこの Tips バーの魅力をご紹介していきたいと思います。僕はストリートワークアウトを始めた当初、この Tips バーのみでトレーニングを行っておりました。この Tips バーでプランシュもフロントレバーもバックレバーも全て習得いたしました。この Tips バーのおかげで、強くなったと言っても過言ではないと何度もお話しさせてもらいました。このディップスバーがどれだけ万能かというのを皆様に今からご紹介したいと思います。まずどのような技ができるか、そしてどのような部位が鍛えられるかというのを今から全てご紹介していこうと思うので見ていってください。まず一つ目に紹介したいトレーニングは、名前の通りなんですけどディップス系のトレーニングをご紹介したいと思います。まずこの1本バーでディップスが行えます。この1本バーで行うディップスというのは三頭筋と胸筋を鍛えることができます。このトレーニングはマッスルアップで最後体を押し上げる時の力をつけるのにかなり効果的なトレーニングになります。次はバーを2本にしてパラレルバーでのディップスになります。これも胸筋と三頭筋を鍛えることができます。そしてこの動き、体を前に傾けて行うことによって、肩も鍛えることができます。この肩を前に出して行うディップスっていうのはプランシェ系の筋肉を鍛えることができます。背中を鍛えるトレーニングをご紹介したいと思います。斜め懸垂になります。このトレーニングというのはフロントレバーの背中を鍛えるためのトレーニングとしても効果的なトレーニングになります。続いてのトレーニングなんですけど、次はこのディップスバーを寝かせて行います。はい、このようにディップスバーを寝かせます。そうするとこのように角度がつきます。この状態でバーを握りプッシュアップを行います。はい、これはこの角度を生かして行うトレーニングになるんですけど、この角度をつけた状態でプッシュアップを行うことによって体重が前にかかることにより肩の負荷が増え、肩の筋肉を重点的に鍛えることができます。このような感じでこのディップスバー1本で全身の筋肉を鍛えることができます。それでは次はこのディップスバーを使ってどのような技ができるかご紹介していきたいと思います。まずはフロントレバーになります。そして次はバックレバーになります。そして次はこのディップスバーを使ってマッスルアップも行うことができます。フロントレバーマッスルアップと呼ばれる技ができます。はい、このような感じでこのディップスバーでマッスルアップもできてしまいます。続いては2本バーで行う技になります。まずは L シットです。そしてインポッシブルディップスという技もできます。そしてプランシェ系になります。はい、というふうな感じで、様々な
リップスバーを使った、トレーニング方法、そして技のバリエーションをご紹介させてもらいました。いや本当にこれ一本あれば、もう様々なことが行えます。もうお分かりになったと思います。はい。ということで皆さん、このリップスバーぜひ買ってみてください。今値段がどうなっているかわからないですけど、前回の自粛期間っていうのはこのリップスバーバカ売れしてしまって、品薄状態で値段も高騰しておりました。はい。今どうなっているかわからないですけど、僕はこのディップスバーが何万円もの価値がある品物だと思っております。それくらい僕は、このディップスバー愛しています。今回紹介したトレーニング以外にもまだまだトレーニング方法あります。もうそれはもう皆さん自分で見つけてみてください。このディップスバー本当に無限大なので、まだあと何十種類ものトレーニング見つかると思います。皆様のオリジナルのトレーニング見つけてください。そして僕に教えてください。今ご紹介したトレーニングというのも基本的に誰かに教わったわけではなく、僕が実際にやって見つけたトレーニングになるので、皆さんもこのディップスバーを使った新しいトレーニング見つけてみてください。ということで本日はこのディップスバーの魅力をご紹介させてもらいました。皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。